今のところ新しいチャレンジしてないよね、うん、ということでこちらに引いて書いてある内容をチャレンジしてもらいます。もうね、できる？もうちょっとね、透けて見えてるもんね。できる？それ。こんにちは、カピチャンネルです。これは何ですか？現役引退、まあ、12月の末にしてさ、はい、新しいことにチャレンジしたいって、うんうん、YouTube でも言ってたんだけど、うん、今のところ新しいチャレンジしてないよね。うん、はい。ということで今回は新しくチャレンジしてもらいたい内容を書いた紙をこちらにご用意させていただきました。はあ、ということでこちらに引いて書いてある内容をチャレンジしてもらいます。え確かにやってないですもんね、うん、やってないから新しいことチャレンジしてないなっていう新しいこと、うん、チャレンジしにくい時期ではあるんだけど、うんうんうん、まあ、これから新しいことにチャレンジできるっていうタイミングが来ると思うんで、はい、今のうちにその内容を決めとこうじゃないか。はい、うわ、重なってるのとかマジ気になるもんな。確かに。いや、なんかこれっぽいな。うわ、行く？うん、これ行きます。じゃあカメラに向かって行きます。はい。え、もう見えてる？そっちなんて書いてあるか。え、映ってますか？映ってます。がっつり？がっつり。もうね、できる？もうちょっとね、透けて見えてるもんね。できる？それでも興味はあったんですよ。あ、でもなんか前言ってたよね、うん、興味があるっていう。そうなんですよ。うん、まあでも引いてしまったし、これも何かの、ね、きっかけなんで、ね、だからやりましょうってなっても、うん、ただ今からフルマラソン42キロ走るって多分無理だと思うんですよ、うんうんうん、ちょっとなんか広島でさ、そういうマラソン教室とかスクールとかあるの探してみる？あるんですかね、うん、マラソン教室だね。あー、なるほどなるほど。なんか出ました？なんか出ましたよ。創建塾？ほう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 。広島県福山市のマラソン塾。じゃあちょっとそこ問い合わせてみようか。早いね。この間あのフルマラソンの、はいはい、新しい挑戦引いたじゃない。はい。どっか教えてくれるところないかって調べたら、うん、創建塾さんっていうところ出てきたの覚えてる？うん、出ましたね。創建塾さんにお問い合わせをしました。ほう、早いね、うん、今村健がフルマラソンへチャレンジしたいと、はい、説明したところ、はい、ぜひ一緒に走りましょうと、ほうほう、いうことで、はい、1年後、はい、2023年に開催されるフルマラソン大会に大会なんだ出場して、はい、完走を目指そうという企画になりました。すごいことになっちゃいましたね。なんかさらにすごいことになってるんですよ。なえ、なになになに、一人で、まあそうですね、一人はちょっとね、一緒に走ってくれるんですよね。いや、まあそれは置いといて、一人で走るのは寂しいんじゃないかということで相談をしたところ、うん、月に一度ではあるんですけど、はい、広島市と福山市で合同練習会が行われることになりました。すごいね。まずいね、なんか規模が。そう、はあ、あの紙ペラを1枚引いたことにより創建塾さんが動きそして広島市と福山市で月に一度の合同練習会が行われ、はい、1年後に開催されるフルマラソン完走を一人ではなくみんなで目指そうじゃないかという企画まで膨れ上がってしまいました。ありがとうございます。いや、待って、規模がさすごいですよ。まあ一人で、ね、スタッフの方と一緒にかなぐらいで思ってたのに、それが、3月の7日から募集が開始されて、はいはい、4月から正式に練習会が開催されると。で、はあ、場所は日によって違うかと思うんですけど、うん、広島市と福山市で行われると、はい、でそこに今村健と一緒にみんなで
合同練習会を。なるほど、はい。この度総研塾さんにお世話になることになりました。お世話になるというか、まあ、月に一度ではありますが、合同練習会を行います。皆さんと一緒にフルマラソン完走を目指して頑張っていきたいと思います。詳しくは下の概要欄に載せておくので、皆様のご参加お待ちしております。一緒に頑張りましょう。